フェリシテ・ドラムネー、フェリシテ・ロベール・ドラムネー、フェリサテ・ロバート・デ・ラマネ、1782年6月19日から1854年3月1日は、フランスカトリックの聖職者、思想家、キリスト教社会主義者、ブルターニュ地方の富裕な選手で、貿易賞を兼ね、貴族の称号を持つ、父のもとに生まれた。生来体格が悪く病心であり、 神経質で興奮しやすく憂鬱症でもあったという。母を早くに亡くし、父は大革命の影響で傾きかけた事業に熱中し、子供の教育に時間を避けなかったため、おじの指導以外にはほとんど独力で、ラテン語、ギリシア語や、その他の近代語の処方学だ。はじめ彼は18世紀のイデオローグ、哲学者に興味を持ち、特に理想に深く傾倒した。 そのため生態配慮を受けることを迷い、二十二歳までこの儀式を済ませなかったという。七百九十七年に父と共にパリに赴き、その地の新聞に一文を寄稿した。千八百二年には叔父の出した哲学者評論というパンフレットに序文を書き、神の存在と霊魂不滅について論じている。千八百五年にはラシェーネの別荘に、 アニジャンと共に引きこもり、古代の言語や文学、教皇や正統派の論議、聖職者の伝記や、語教科の論説を研究した。そうした、研究の成果として1808年に、18世紀の、フランスにおける教会の予想と現状に関する、考察、ラフレクションス・スール・エル、エイタ・デ・ール・イグリーズ・ウェン・フランス・ペンダントル18、イエメ・シュクリート・スール・サ・シチュエーション・オクトゥールを、公表した。 これは、ウルトラカトリックの傾向が、司法当局の権威を受け、再犯は1814年になるまで許されなかった。1811年に家業を継ぐことを断念し、兄が設立したサンマロ人学校に入り、もっぱら数学の勉強をした。1814年には、兄との協調になる、カトリック教会の伝統、トレディシャンド・エル・イグリーズの印刷のために、パリに行き、翌年に、 ナポレオンがエルバ島から戻ってくるという知らせを受けた。かねてナポレオンの国策による国立大学の唯物論的傾向を非難していたことがサコの理由となることを考慮し、イギリスに渡る亡命貴族の養護者であったキャロンという司祭に会い、その感化を受けてフランスに帰った1816年に僧侶となった。1817年に宗教に対する無関心論。 エッサイスールエル・インディフレンス・エン・マティアでレリジョンの第一巻を発表。1820年に第二巻、1822年から23年に第三巻と第四巻を公表するたびに、その趣旨がカトリックの称賛を受けると同時に、自説を擁護する際の極端な論法や激烈な誤調が聖職者にまで反感を覚えさせ、宗教界の議論の的となった。 この著書は無神論者はもとより、理神論、プロテスタント、自由主義、議会制度、大学教育、フランス革命などを難喫するものだったため、フランスの聖職者、政府の疑念を招き、ローマ教皇、レオ十二世紀の承認を得て一時的な仲裁がなったほどであった。それでもタリズ・ラムネーは1826年に、政治的及び社会的方面との関係において、 考察された宗教について、デイラ・レディジョン・カンジドリー・ドンズ・エス・ s エス、ラポース・アベックエル、オードラ・シビル・エパリティックにおいて、13世紀のインド・ケンティウス3世が主張した、真剣生態を理想の政治形態として提示し、フランスのガリカニスムを論爆した。司法上の訴訟が彼に対して起こされ、裁判所は著書を差し押さえて30フランの罰金を課した。論争に次ぐ論争。 極度の振動のために1826年から思い、病気にかかり、さらに軽率にも保証人を引き受けた書店が倒産し、彼自身も破産する。この時期が彼の思想の転機となった。1828年の大革命の進歩及び教会に対する闘争、レプログレイデで LA レボリューションエデ・エ l エゲール、コントラエルイグリーズでは、世界を救うべき真理が、本来の進歩を遂げるためには、 広範な自由が必要と論じ、自由主義にも一定の情報を示している。さらに議論の自由を弾圧していた、当時のシャルル10世の政府に対する劇に転じる。1830年の革命の時期に、新聞、未来、アベニールを創刊し、教育と出版の自由、政教分離、総六の国庫支弁の廃止、教皇と、フランス政府の和親条約の廃止などを訴えた。 さらにこれらを実現するために普通選挙の施行と広範囲にわたる地方文献を主張した。その年の11月に未来は司教制度を論じた文により重罪裁判所の審議にかけられたがこれは無罪と決た。ラムネーは宗教的自由擁護のための全国委員会エイジェンス・ゲネロル・ポア・ LA、デフォンス・デ・レーディリベール・テ・レルリウスを設立し1831年に 文部省の許可なしに小学校を開設しようとして、関係に理閉鎖されるというアクシデントを伴いつつ、各地で構想を展開した。上層の聖職者の避難が相次いだため、1831年11月15日に未来を一時観光停止し、ローマ教会に祭壇を仰いだところ、翌年8月15日の教皇の会場により、未来の理論は正式に否認されてしまった。 故郷のラシエネへ戻り、1834年、信者の言葉、パールズ・デ・ユー・クロイントを完成させるが、この著書も、教皇グレゴリウス16世に否認され、同時に破門にされた。以後のラムネは教皇を史上とする思想から解放され、三詞門の流れを組む、独特の社会主義者として活動する。1848年の2月革命後に、新聞、立憲民主党」 ププリカンスティッチンとを創刊し、パリチックから国民議会の代議士に選ばれ、憲法制定議会に所属。7月10日の選挙法改正、共託金制度の復活に起こり、新聞の刊行を停止した。一時、新聞、革新、LA レフォームの主催を任された他は、政治活動から遠ざかり、ダンテの新曲の翻訳や評論集、 ディスクールクリティックスの改定造法に従った。六幕縁によりパリで没する。貧民の墓地に墓標を立てず、どこの教会の儀式もなく葬ることという遺言であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。